さあ2012年3月25日日曜日夜、エミ選抜対カナエ選抜のゲームが行われております。男性陣はシュートの制限ペナルティエリアの中に入ってダイレクトのみという難しいシュートの制限があります。そして女性陣はどこからでもシュート OK というルールでやっております。そしてムツムツ言ってるムツムツ言ってるブスブツエミさんがぼやきます。きたきたラスダイレクト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 ヤグッドナイス。爪が硬い爪が硬いよ。アカネちゃん爪が甘くないよ。そうです、爪がハードなとこがいいよ。ネイルハード何です。そんな英語に英訳しなくていいから。その通り。さあかなえちゃん、かなえチーム、チームかなえ、チームかなえ、ビブナシチームはチームかなえ、チームかなえ、チームかなえです。おナイスパスナイスパス、きたきたきた、いやー、うわー、うまいうまい。エミさんの渾身のスライディングディフェンスに、ディフェンスをすり抜けてゴール。さあチームエミ、そうです、最後に勝利の笑顔を見せるのはどちらか。チーム五十嵐、いや、いい、そういうのいいですよ。さあカウンター、カウンター来たよ。さあ千野さんからの、いやーナイスね、シュウさん。さあ2分経過、さあボールを取れなかった。エミさんお願いします。あ、そこ、そうそう、じゃあエミさん一言お願いします。今、あ、違った、まだゲーム中でした、申し訳ない。なんだよそれ。なんかいや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 、ダイレクトじゃなかったよ、ダイレクトじゃなかった今。ダイレクトじゃないよ、ダイレクトですよ、残念ですよね。あかねちゃん一言、一言、堀さん顔が見えないよここから。そうだよ、そうです。いや、おしおし、おしおし、エミさんエミさんピース。考察が趣味なあかねちゃん、いや、鳥さんでしょ。いやいやいや、盗聴、うわうわ、いやー、うまいうまいうまい、グッド。渾身のディフェンスも実らず、ダイレクトシュートが決まりました。さあゾノさんからのシュウさん、シュウさんからのゾノさん、ゾノさんからのシュウさんからのカズさん、そして激しい競り合いの末、エミさんじゃなくてカナエちゃん、そして千野さんが前方へフィード。いや、カズさんチャンス、カズさんチャンス、そしてエミさんが、いやポスト、あ、ダイレクト惜しい、ダイレクトダイレクト、いや冷たい、冷たかった。おー、ナイスパス、そしてわー、ナイスフェンス、熱い壁だった。そして塩さんからの井野さん、井野さんからの塩さん、いや通らないから、エミさんがファーに待っている。おー、ナイスです。さあプレオン、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 さあエミさん来るよ。おー、カネちゃんイービーディフェンス、ウィー、カウンター、カウンター、カウンター、カネちゃん来るよ。そして千野さんから、カネちゃん、あー、ずれちゃったな、どんまいどんまい、ねえどんまい、月超綺麗ですよ今日。ほんと月が綺麗だそうです。来た、月が、はい、ナッシュー、月が綺麗だそうです。あれ、じゃあラストアンプレイ、ラストアンプレイ、ラストアンプレイ。月が、月明かりが綺麗な中フットサルを楽しんでおります。
そうです、トワイライトフットサル競馬みたいなフットサルをしてます。そしてエミさんがラスト3プレーで決めた。ラスト3プレーで決めた、エミさんおめでとうございます。いやーかっこいい、エミさん。いやーまたしてもエミさんラスト3プレーおめでとうございます。もうエミさん決まる女ですね、もう間違いない。いえいえ、パスが良かったエミさんでした。